はい、こんにちは。今日はね、昨日下処理したね、クマさんのお肉でカレーを作ろうと思います。クマカレーですね。聞いたことないですね、あんまクマカレーってね。まあ、どっかにあるんでしょうけど、まあ、多分いけるんじゃないかと思って、作ってみたいと思います。これはね、ちょっと脂肪の塊、これはちょっと後で薄めにスライスしてね、一緒に煮込んでクマさんの旨味をね摘出したいと思います。 Hello, welcome to my kitchen. So today、I'm trying to make Asiatic black bear curry. So this black bear meat, so yesterday I'm just preparation of food, so took cooking rye and some smell and like this, looks like some beef jerky. So I'm just try to make a spicy curry, my favorite, using black bear meat. Okay. I'm already show you my original style curry. It's a chicken wing curry. In this my cooking channel, I'm just show up of a link in this page. So almost same way, just a change meat. Okay. カレーはね、私のチャンネルですでに何回かアップしてますので、リンクしておきますけれども、要は、まあ、よく手羽先カレーっていうのを作ってるんですけど、それをまあクマさんのお肉にね、変えるだけです。まあ、そんな感じでやっていこうと思います。
はい、熊肉投入します。水分、柑橘系のね、リンゴジュース、ちょっと煮込むので水分量多くします。I'm just set up habits. So I'm using apple juice with matching of the bear's meat. Good rich flavor come out. ね、リンゴジュースね、柑橘系の酸味と香り、甘み、とてもマッチすると思うので、結構カレーにはね、対応します。あと、リンゴと蜂蜜じゃないけど、蜂蜜も入れて、煮込んでいきます。これまたね、煮てアクが出ますので、それアク取って1時間ぐらいね、ちょっと煮込んで、あとルー入れてね、仕上げようかなと。楽しみです。あとね、ニンニクと生姜、これはアク取ってからね、入れて煮込んでいきたいと思います。カレーの方も、クマさんカレーね、アクを丁重に、これは非常にポイントです。This is the point, you have to took a cooking grade all the time. So clean up surface area.That is very important, making good taste. それで私の場合はね、こうグツグツ煮ない、こっからもう軽入りそうな、すごい弱火にしてタイマーかけます。超弱火。それでニンニク生姜ね、入れて、もうすでに超弱火ですよ。蜂蜜ね、これちょっと固まっちゃってから、こんな感じ。ちょっとね、煮込みだと水分量がやっぱ減るので、ウェルカムクマさんでアップルジュースをね、お水でもいいんですけど、もう1本使っちゃいます。これ全部ね、これでごく弱火で1時間ね、ごく弱火ですよ。ここすごいポイント。それとじゃがいももね、丸くてちっちゃいのをこう剥くわけですよ。それでこうグツグツ煮ちゃうとじゃがいもって崩れちゃうんですよね。だからもう本当消える寸前のごく弱火で1時間、これが秘伝のコツというかね、1時間ね、スタート。じゃあ1時間後、美味しくなあれですね、美味しくなあれクマさんみたいな。はい、はい、お待たせしました。クマさんのカレーね、
き上がったので食べてみたいと思います。 Hello, thank you for waiting. It's a beard curry. It's done. So, Asiatic black bear meat curry、ね、月の熊のカレーでございます。貴重ですね。はい、熊さんのお肉でございます。いただきます。山の神様ありがとうございます。いただきます。うん、うまやわ、あのね、まあいろいろ下にとね、圧力鍋とか使ったので、あの肉質が柔らかくなって、あの牛すねと変わんないですね。うま、あれだけ下にしたのに熊の味も出てますね。うん、熊の味なんて言ったらいいんだろうなまあ美味しいです。うん、なんだろう、肉の甘みっていうかな、うん、深いですよ、すごく深い深いね、熊さんの肉、まあ一見カレーだからね、あの、まあ、牛肉って見えちゃうかもしれないけど、熊さんのお肉でございます。うん、いい感じ。うん、予想以上にね、柔らかくなりました。やっぱりあの下煮とね、圧力なめのその下準備が良かったのかもしれないです。 So, bear's meat、it's a little soft and very rich flavor come outBecause I'm just take a long time for the preparation of food, boil with long leek leaf and bay leaf and garlic and chili and ginger. So second step, I am just using my tool.It's a, how can I say, a pressure pot. 圧力鍋? That's why, so, bear's meat is getting soft. あの、美味しいです。本当、本当美味しい。あの、初期の段階から想像してたのに全然うまい。うん。そしてね、あの、ファットの塊。脂身のね、塊、あのスライスしてね、ペラペラにして一緒に煮込みました。食べてみます。うん、なんかね、味のあるね、スライスしたこんにゃくみたいな、うん、感じ、うん、これうまい。やっぱりこっからも味出てますね、多分ね。うん、いやー、熊さんカレーね、貴重ですよ、ほんと。これはお店に出せるレベルですね。うん、プレミアムでね、いくらにするかなみたいな、うん、あの思いのほか熊さんのお肉カレーにしたら大正解でした。ありがとうございます。今回のね、くまさん調理、こんな感じでした。と、Thank you for watching my channel. See you again another time. 今吉。Thank you. Bye. Thank you, くまさん。